おはようございます、えー。日曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか？今週もやってまいりました。嘘のような、本当の和の時間ですね。はいえー、和というのは、お話と書きますが、ね、沖縄の和でもあり、和になって、ね、ほにゃららしようの和でもあり。はいえーね、そんな形で、今週も元気にチャーガンジ中お届けしたいと。 思います嘘のような本当のお話。皆さんにはどんなことがありますかねぜひぜひ思い浮かべながら最後までお付き合いください。パーソナリティは大ヒ秀人でございます。はい、ぜひぜひね、えとメールアドレス、最初に言っておきましょうね。7 9 7 f m g i n o 1 a n c o m f m g i n o w a c o m です。797ね。 はい、えー、それから、リスンラジオとかね、マイチューナーラジオで、FM 技能は検索していただくと、アプリで聞けちゃいます。ということで、今週も、ドクター水素ボトルの、北条正宏さん、お迎えしています。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、もう一方、ゲストは、このね、FM ギノマンさんでもおなじみの毎週月曜日のね16時から生放送シニアドリームライフパーソナリティの吉井アライさんですおはようございますはいおはようございますよろしくお願いいたしますはいありがとうございます先日は私の番組にも出ていただきましてありがとうございましたそう突然乱入してしまいま待ち合わせより早く来てちょっと出してくれと言わんばかりに早く来ちゃったんですからね本当にありがとうございますはいではいえそ なわけで楽しい放送に、ね、お邪魔させていただいたんですが、はい、新井さんといえば僕も、ね、あの名刺45枚,枚って同じのじゃないやつを、ね、<laughs> 持ってるんですけどあの一体何をされてる方なのかちょっとこの番組でも、ね、以前出ていただきましたが、はいはい、ちょっとあの自己紹介をます、あ、基本は、ね、教育事業に携わってるっていうかね もともと内地にいるときはまあ、ね、いろいろあの、まあ、教育というよりは貿易、ねえー、の仕事をずっとやっていたんですけど20代は30代になってから、まあ、ある縁があって沖縄に来まして、まあ、その縁が今度は教育に結びついてですね、まあ、あの沖縄では有名な小学院沖縄小学中高校、ね、そちらの理事長に、まあ、あの雇っていただいて、ね。 そのもとでずっとねオークションについてオークションの立ち会いからずっとやってまして三十数年、ね、やってまして数年前にリタイアしてましてね、まあ、自由になろうということでリタイアしてその後も教育的な、ね、事業をいろいろ携わって、まあ、自由になったんでいろんな人からね幼児とか仕事とか頼まれて、ね、名刺が何枚も足りましたけど10社以上の会社の役員に顧問をしてまして。 主に教育関係と、まあ、福祉関係が中心ですけどね大体うちの息子の会社もありますし友達の会社ということでね、えー、まあそんなことでどちらかというと自由にね、えー、まあ自分的にはフリーランスとしてね活動してます、えーまあ、中心的にはアイラーニングっていう、ね、会社にの社外役員として、ね、頑張ってますけど、まあ、そういうことでやってますはい。はねえ荒井さん幅広くいろいろご活躍の中ね まあ5年でもね60代っていう噂ではもうちょっと言っちゃったんだけどね言っちゃったんですよ何歳楽にいっちゃったうんちょっと言っちゃいましたそうですかはいお迎えになられましたがはいあの阿部さんといえばねあの本当に嘘のようなみたいな僕最初初対面よく覚えてるんですけどあの県庁にね勤めてた玉永康さんから「教育関係どうしたら何かねご縁があってんであれば紹介しますよ」っつって「なんとライブハウス来てくれ」って言うんで「開園 前の、あのー、ところに小屋に行ったんですよ。ああああ ったらもう今ここにねいる新井さんにもっと濃ゆいあのグラサンしてリーゼントで <laughs> いやこの人じゃないはずだって思ったんですけどねこの人だったというちょっとかなりワイルドな出会いだったんですけど <laughs> そこからの気さくな、ね、キャラクターといろんなご縁を、ね、こう紡いでいただいて私の,この、ね、お迎えに行っていうかあのここにおります北條さんのようにドクター・スイストルにも新井さん<お>出会っていただいたんですよね。ねこれもとて縁,縁があってね偶然に出会って

あの、ドクターボ,ボトル、ドクターボトル、ここで、ここ噛んじゃいけません。<laughs> ドクター水槽を詰めちゃいけません。<laughs> ドクター水槽ボトルっていうのをですね、ってなって、姉さんお元気ですかって,言ってね。体調がなんていうことも聞きながらだったんですけど、ちょっとあれですか。あの、うん、ドクター水槽ボトルは試していただくと、うん、ちょっと、え、っていう感じの感触というか。そうありました。うん、うん、だから、その話を聞いて、その時、ちょうど私、左手にしびれがあったんですよ。しびれがあったもんだから。 これどう治るかってうと治るはずですよっていうんでねじゃあとりあえずまず説明会っていうかね、えー、健康の説明会聞きに行こうということで聞きに行ってそこでやるあの血流のね、うん、実験っていうか、ね、それやってみたら確かに指,指のね血流がこう、ねうん、急に速くなって水素を吸ったらですねこれは本当に本物か本物じゃないかと。 ということで当然血流が良くなるということは血の巡りが良くなるわけなんで、ねうん、血液からの病気っていうのは大体ね僕らは糖尿病もあるし、ね、心臓もやられてますからみんな血液から来てる病気なんですよね、まあ、そういうことで是、えー、ね試してみようということでここ、うん、でやったら大体引きつけらずでしびれがなくなって、うん、まあこれは本当に、ね、効き目があるなと、ねまあ、そういうためには、ね、夜が、ねね、寝やすくなったっていうのかな。うんうん あんまりね寝,寝,寝てばっかりでいけないんだけど。<laughs> いいよいいと思いますよ。<laughs> 睡眠があの深く良くなったの、うん、まあこの二つが自分で感じるところだとね<ー>、うん。それで自分のまあもちろんの尿布にも使わしてますし、えー、また娘夫婦にとかね、うん、あのまああの尿布のお兄さんにも使わしたりね、まあいろいろこうね広げてるんですよ。うん、みんな良かった良かったということでやってますよ。うん、ありがとうございます。先日もね、えー、あのえー、っと。 人体が骨にななるっていう難病を抱えていらっしゃる方が水素を吸っていただいたら、その神経はやっぱり刺激するんですね。はい、あのなんていうんですか骨髄の中で人体をこうぐっとこう骨がを押してしまうみたいな、そ神経が押されて痛くなるたいな、うん。どどこの人体ですか。首のとこです、ね。首の人体。えー、大変で、えー、もう。まあ、人体つっ,ったら俺は,俺はね。

で中の神経に当たって<ー>ここで痛くなるんです脊髄の、はい、<ー>ところやっぱり骨髄も神経、えー、血液があのたくさん流れてますんでね<ー>そうすると、まあ、例えば軟骨にしても再生が早くなると痛みが取れる人が出てきてるみたいですね、うんうん、皆さんそういうのうにおっしゃるのでなるほど じゃ皆ああさん皆様がテレビでこの前も NHK でね特集やってましたけどああ脊椎管狭窄症とかヘルニアとかあの辺を治すのは、うん、血流を良くすることをドクターは治療でやる、うん、っていうことを言ってましたねなるほどね。 はい、だからやっっぱ血流なんですよね体だって本当にそうですよね。特に、あのーね、いろんな方が、ね、今までゲストに出ていただいてあの、まあ、骨折がね下り分かりやすい例かもしれないんですが大條、うん、さんあの水素っていうのはもちろんね筋肉ねやらげたりというかあの水素が良、えー、くするというかではなくてあの血管を広げるっていうじゃないですか。骨の、うんはい 骨までなんか、あの骨の中にものすごい血管たくさん入ってるので。<ー>やっぱり骨の再生にもつながったり。と、うん、いうことになります、ね。血流が良くなると、血管側にを広げる作用があるんでしょうか。はい、これメカニズムとしては、どういうメカニズムなんですか。あの、あ、まず <laughs>、うん、窒素じゃ水素がですね。水素が鼻の粘膜のところに。高い濃度のものに限るんですけども、うん、触れた時だけ脳が。 この自分の体から活性酸素を取ってくれる最高のガスが入ってきたっていうことでこのうん水素を体の中に溜め込もうとして血流を速くして,てうん、うん、あなるほど血管も広げてああやっぱり脳にに作用して溶け込むように働くんですね、はい、だから本来でしたら吸ったら水素が体中を回っていろいろ起こるっていうなら分かるんですけどそうじゃなくて鼻の粘膜に水素が触れた瞬間に血流がガッと速くなるんではい、はい。 1> 1, 2秒で変わっちゃいいいますよね、はあ、見ていただいた私脳が、まあ、いわゆる活性酸素っていうのがいろんなね、ま、万病のもとって言われるけど、はい、そのる活性酸素を除去するのが水素が役立つと、はい、そういういことです、ね、それを脳がそういう指令をするわけですねもう入ってきた瞬間にそれを感知するわけです、はああ<や>、ね、もうこれ溜め込まなきゃって言ってはい、はい、まあ肉があ犬が肉をぶら下げたのをこうパッて見たらよだれ垂れるみたいにあの条件反射として起こるんですね。なるほどね で結果的には後から水素がちゃんと入るわけですから、うん、体の中が活性酸素消されていく、ね、水になるこ<ー>こういういとですねその活性酸素を除去するっていうんでね僕も実はその、まあ、あのかつてねあの私の身内が、まあ癌でね血液のがんとか、はい、あのいわゆるあの発血病でね亡くなってしまったんですけど、まあ、その時にですねやっぱりその活性酸素 が一番の、悪、悪悪いやつだと。と、ね、いうことで、これを除去するために、まあ、あの、いろんな、あの。健康食品とかね、そういうのを試したことがあるんですよ。なんか、活性酸素を取り除くて、いいっていうことは、ずっと、聞いてたんで。まあ、こう、ね、それが、ね、水素、その作用があるということ、をまず聞いて。うん、そういうメカニズムっていうのは、今言った、ね、脳に作用する。納得いくんですよ。うん、しかも、そういった抗酸化物質が、あの、癌を起こさない。 うん、起こしていくすあの活性酸素を水にしてくれるっていうことは分かっていたんですけども特に水素は善玉の活性酸素には悪さしない、うん、悪玉だけを消してくれるとこれはビタミン C とか E とかですね、うん、こういったものは取りすぎるとちょっと善玉の活性酸素にも影響出るんですねああそれに対して水素はあの悪いやつしかやっつけないんです。あなるほど すすすぎぎないんですねだから、副作用がないって言われて、ね、<ー>いろんな研究者が研究するんですけど、<ー>水素の副作用は誰も発見してないんです、ね、なるほど。え、はい、まあ、本当にもう朝から素晴らしいお話なんですけど、一旦ちょっとコマーシャルにいきましょうね。はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 W O O East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一はいねドクター水素ボトルということでね、えー、今週もね嘘のような本当のは、えー、私パーソナリティードイヒデトと、えー、ドクター水素ボトルの北条正弘さんそれからゲストに、えー、吉原さんをお迎えしておりますが。はい あのーね、水素ボトルから、まああのーね、高濃度の、えー、ガスを発生させて先ほど、ね、本庄さんご説明ありましたあの鼻からこう、ね、鼻孔に当てることって脳が反応してってありますがよく、ね、最近も、あのー、水素水のお話を聞くじゃないですか私のね本当にまだまだ素人の私思うにあの飲んでしまうと結局小、ま、腸、あ、うん、何長大腸。 まあね、尿になって出るうんぜ全然悪いわけじゃないんですけどもうやっぱ大きい違いっていうんですかねまあそもそもは濃度が全く違うんですねうちの水素例えば鼻で吸うところの濃度が83万 ppm なんですね<う>で水素水はどれぐらいかというと、えー、1.6ppm が限界濃度なんですそ,それしかないんですかはい しかもともと水の分子がありますからうん、うん、その隙間に水素の分子が溶け込む形になりますからねうん、うん、当然あの比率はものすごい少なくなるんです、うん、でしかもそれから、ね、水に溶け込んでるんだから蒸、うん、発っていうか抜けちゃう場合もありますね、うん、よく抜けるって聞いてるけど、はい、あとメーカーさんの,その製法によってもやっぱりすごく抜けてしまう、うん、でうちの場合にはもうあの 完全に水素と酸素を分離した上で水に入れてますので、うん、なかなか抜けないので、うん、長い時間持って歩いても大丈夫なんですね。うんうん、ねでお肌、まあ、基本はまずそのガスを吸う、うん、っていうことでねそれでそ,そ,そこで生成されたお水も飲んでより効果があるよと、うん、いうことですよね、うん、まあ水素水の違いを簡単に比べる方法がありましてね、うん、自分のお肌に塗ってみて、うん、一瞬でツルツルになるかならないか。 <laughs> これあの<笑>笑いあれ水素水がツルツルなるのつるつるいや水素水なら全部になるわけじゃなくて濃度が 1ppm という単位を超えていると大体ツルツルになりますですが今世の中に出ている水素水は大体 0.1ppm なのでまあこういう説明をする会社もないっていうドクター水素ボトルはどのくらいになるの ?1.6ppm の飽和濃度に約5分で到達します色が変わりますよね はいあの青い方ですね五分モードですね青と紫色とあの青い方です青い方でやっていただくと五分でもうこれ以上水素が溶けることができませんっていうノードになるんですあ青でしたか青紫色は紫はあのコードを指しながら使った場合ですねあコード指す時は紫色ははい五分モードでも紫あれ五分か十分ぐらいで作るでしょでコード抜いた時は青ですかえっと青ですねあの五分モードはそうですねうん ですからよく水、ね、あのお水が入ってるので「ドクター水素ボトル、ね」うん、まあ入ってるというか入れる、ねうん、あのコンビニでもう手軽に買っていただけるんですけれども入れて、ね、皆さんあのすんごいごっつい機械を想像する方も多いんですが、うん、あの本当にペットボトルサイズの、ね、小さいね,ねあの持ち運びができるものに軟水。 高度60以下の軟水を入れて頂いてスイッチ押すだけこのね手軽さでね沖縄の場合はねパイウォーターとか八重山の水とか高度がすごく低い4とか5とかそういうのがありますからねそれ使われるのがいいですねそうするとその泡が出る水素が出るが塞がれないっていうのかなそうですね あのカルシウムが、うん、あの濃度が低いとつかないので、うん、そういうことですよね。そういうのおすすめですね。うんうん、だかね。あの水素ボトル、水素ボトルっていうからになんか液体のようにイメージ的にね。 水とボトルるるガスっていうとなガスはなんか危ないみたいなイメージがもっとすっきりいい名前ないのかなって思ってるんです <laughs> なるほど、うん、あれじゃ考えてください、ね、<laughs> 最近でも結構パクられて真似されたりとかですね <laughs> いろいろあるんですけど、うん、そうですねまあボトルって水の印象がありますかね、うん まあ、ボトルはやっぱり水、そのか水が入ってるって、ね。そうですよね。水素ボトル、とは、うん、水素水はもうやってるよとか。なるほどね。あ、うん、どうしてもね、あの、何年も前に、あの、まあ、流行った的なね。こう、水素水、なんていうのが、やっぱり、ある種、ネーミングとしてね。こう、定着しちゃってる部分が、あるので。だけど、その、逆にね、それをね、こう。 こんんなににに違ううだっててい本当理解をしでもひょっとしたら頭で理解されるよりねやっぱり体験するうちは体験方式なのでご自分の体がどう変わるかっていうのを見ていただくのでそれが一番分かりやすいですよね口でいくら言われたってなんかねよく分かんないじゃないですか水槽ボトルガスやっぱりガスまで入れないとあかるんですね水槽ボトルだけだと水なのかと。 な,ちゃうなるほどそうですよ、ね、そガスは大丈夫なのかって言うけど当然安全なところからこ,これで、ね、脳に反応して風、ね、酸素を除去して、うん、全身体のねいろんな異常が改善されるとそうですねあんだけどねにね世界でね唯一というかこれだけの高濃度のね水素ガスをっていう意味では僕思ったんですよあの検索するときにね、うん、あのちょっと覚えづらい「WOE スト」とかで W」 うん、おお、水素ってやるだけで、あの、本物のね、ページが出てきますから。うん<笑><笑>ね、あ、こういう形してるんだとかね。そうそう、見ていただいて、ね。今言ったこのダブルお、なんですか。おお、お<う>これ、何の略ですか、これ。あの、ワールドオンリーワン。 世界でただ一あ、そうだったの。いうもんね。あまりあの気にしないでね、WOO って大体 WOO って見ないんでただ水素ガスボトルしか見なかったからウーさんですかって言われるんですけどウーさんじゃないんですね WOO ワールドオンリーワンあい。わかりやすいねだけどね検索する時はラジオの起きる場はちょっと見えないのでウーさんの目ですもう WOO でね検索ねしていただいてこんなもんかって水素ボトルガスでも出てくるでしょ 出てきますただもうね類似品ってあれですけどちょっとえっっていうようなねものもいっぱいおかげさまでね世界一の濃度なんで商品名で検索していただくのが確実ですね。水素ボトロカスというんな出るんでその中で WO を水素ボトロカスと検索するとき私もね要は結局どういうものかってね詳しく読んでほしいって意味ではなくて他のね情報商品を見ますとね他他社さんのね 出てないんですよそういうこのどんだけ濃度でとか。それそれが発生する部分にはねこれ純度の高い何たらかんたらとか出てるんですけど数字でねやっぱり実証されてるっていうのはね。ねまあ書くとね比較されてるんですけもたそれがねあの実験の時にちゃんと示すじゃないですか。濃度とかね実験でこういう本当にこれが本物の濃度ですよっていうふうに数字も見せてくれるし、はい、血流の,この動きもしてくれるしやっぱりそれがね いいと思うんでですよそれって納得きるから開発の一番中心になった会長がいるんですけどもテーマは「論より証拠だ」と皆さん見えるように見せてあげなさいとこういうふうに言ってるんです日頃からまあ以前っていうかね毎月補助さんが来て機械を持ってきてくれたんだけど今の沖縄にも置いてあるというそうですね置いてある感じはあるんですけど詳しくはちょっとこの CM ので。はでそうですか 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOOEAST 株式会社電話番号0335272211 う、はいね、嘘のような本当のは、ね、ドクター水素ボトルの北条さんとシニアドリームライフで、ね、ご活躍中の吉原あれさんもお迎えしています、はい、けれども、まあ、本当ね、あのー、ドクター水素ボトルはとにかく体験です。 うんあのご自身のね血流をお医者さんでちょっとやってって言ってもやれないですからうんあの数値だけじゃないですか血糖値がどうとかねあのその血液に関してのってたうんどうしてもそういったものをモニターで見ていただきご用意というのをもう沖縄でもしてまして各地でねあのそういった説明体験会を行っていますなるほどでその日程はね補助さんがね毎月来てっていう形であのこちらのね FM ギノワンさんお電話で問い合わせていただいて ちゃんと分かるようになってますから特別ね隠してるわけではないんですけどお伝えしたいと思いますのでぜひね FM 絹ンさんまでねお気軽にお問い合わ f フェイスブックとかそうですね気軽に遊びに来ていただいて全然飛び入りで構いませんあこれ FM はい言っていただければお越しいただいてご自分の血流見たり。 釣って試してみたり、はい、で、なんでそんなことが起こるかっていう話を私させてもらってますので、うん。ね まあ本当、ね、そのさっき、ね、本庄さんも言ったあの論より証拠というのが、ね、実際にそういった資料であったり、うん、あの実際に以降の説明会では何がっていうとあのやっぱり本当に、ね、このラジオみたいに体験された方のお話っていうのを本庄さんも、ね、こ少し今、沖縄でこうおしゃべりしてますけど全国各地でもう本当に嘘のような、ねうん、お話があるわけですからね。 さっき別の話しましたけどあの子供の頃から今、えー、小学校5年生なんですけど、ねはい、ずっと喘息が治らなかった子が、うん、あの水素吸って1か月でちゃんと学校に通えるようになってお母さんがもう本当に感動しながらお話しされてぜひ、ね、近々出てくださいってお願いをしてますから子供なんか忖度しませんからねそ <laughs> うですよね <laughs> 水素吸ってよかったで、ね、す <laughs> なんて言わない <laughs> で。も学校行けるようにになって本当に子供、はい そうですね,ねお子さんだって、ね、病気でってつらいしその周りに迷惑かけちゃうとかいろいろ思うじゃないですかそれはね、えー、そうドクター水素ボトルに出会って、ね、学校行くのが楽しみになった、うん、いいことですね,ね半信半疑だったって言ってました正直半信半疑だっ, <laughs> だって薬を7年間使って何をやってもダメだったのが、はいうん、突然元気になっちゃった吸い、ね、始めて。 血流のよういうとうちの僕もそうですけど痺れが治ったっていうこと、はい、うちのかないいわゆる肩こりねこれがしょっちゅう重度の肩こりだったんですよ。うん、ということが僕にあの,あのハンマーで叩いてくれるぐらいのね肩こり。 うん、これがつもう本当自由度の方これでね、いやー、もう新井さんね、最後にこうおじいちゃんっぽいお話でしみきくるより、<laughs> もう美人の奥様のね、本当、水素ボトルをご夫婦で取り合いになってるという噂わもちらほら聞くんですけども <laughs> すあの、奥様がね、さらに美しくなってらっしゃるお姿も、時折拝見して、素晴らしいな、<laughs> ドクター水素ボトルって私も思ってます。そんなわけでね、今週もね、本当に楽しいお時間、あっという間ですよ、ね。えー、嘘の ような本当のは、え W. O. E. スト、ウーでもいいですよ、皆さん調べてみてください。はい、はい、ドクタースイソボトルの、お嬢さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、シニアドリームライフ、オンエア中、吉原さんもどうも。ありがとうございます。また来週。